あれがそうか。間違いありません。よし、我らのボスチルソニア様の命令だ。何としてもサンチンを味方に引き入れねば。失敗は許されんぞ。は、バラダギ様、この鶴崎にお任せください。すでに奴は電柱組の一員も同然です。見てる、山田見てる。下げるぞ。よし、行くぞ。はい。電柱組怪人ストープ鶴崎、いざ参る。ちょっと、まだまだまだ。はい、どなたです。ロベリー。ごめんください。電柱組です。何？降りた。ヒロアキ武井助久保電柱組、我々県立地球防衛軍が相手になってやる。ほう、県のコッパ役人がもうこんなところまで。おお！電柱組。いきなりナンバーストね、あんた。黙れ、この人体改造魔。え、何のこっちゃ。わからんちゃ。しばらくやがってこの野郎。まあまあ落ち着いて、私らは話をしに来ただけなんだから。なんじゃ言うてみ、こら。はい、こんちは。僕鶴崎、電柱組の怪人なの。電柱組は楽しいぞ。君、電柱組に入ろう。電柱組にな。何理由で人の体を改造したのか。知らんちゅうに。バラダギー様、こやつ口で言ってもわからんようだな。敵が一戦スカーホイット。眩しいわよ。もういや、もう、あ、鶴崎。よし、こうなれば最後の手段、ウルトラ透視スコープ。おお。見えるぞ、貴様の内部構造が手に取るような。何時の弱点見つけたり、行くぞ。これじゃ。
日本人なんかドアイ嫌いじゃ。連中組面白いやつ。これはまたかボケ。彼ももう立派な防衛軍ね。